わあ。撮ってる？はい。メリークリスマス。寂しい一人で。いやいやいや、一人じゃない。お前も撮ってる。お前もれやんけ。ああ、そうだ。だけど。まあ今なんか東京メトロ。そうね、全線ナンバーのモニタリング中。全線ナンバーのモニタリング中です。はい。でキモい。触んなマジで。じゃ照れんなよ。照れんなよ。マジで。だからお前距離感の詰め方おかしいからこれいつも失敗する。じゃ照れんなっつってんの。じゃあ分かった、マスク越しでいいからキスしよう。キモい。痛い。痛い。いいわけねえだろそんな。キモいんだから。痛い。はい。俺ないの。そうです。いやこれじゃあ、あ、これですか。これでしょ。JFM センター。このとこかな。これなんか、え、これこれなんだ。ここに来てんだ。今日も来るんだね。そういうことなんですね。これ上がってんの俺ら二人だけ。今日はね、クギゲンの子供の日々と人間と俺と、そしてハッシーハッピーでお届けしております。謎めんだ。はい、コンピュータ宇宙のハッシーハッピーです。どうも。本当になんでっていう。ハッシーは全員初対面。全員初対面。ヒビトです、空間の息子。そうなんです。いや、まだでも似てないよな多分。まだね。まだね。いやヒビトもチンコでかいんかな。だよ。見えないよそのチンコの話。いや変態 T シャツ着て何言ってんの。確かに。間違いない。ああやばい、ほらチンチンの話だから。違う、お前変態 T シャツ着てるから。してるね。人間エンターテインメントや、うん、エンターテインメントやけん、うん、赤ちゃんを笑わせてこすのエンターテイナー。でそれで言ったらハッシーもそうエンターテイナーよ。だってこの2人対決、2人対決、エンタメ対決。審査員赤ちゃん、怖いフリー、ほんと怖いフリーだ。地獄フリー。こんなこと言いたくないけどプロでやってるのか。あら、まあ、やばいやばい、バチバチじゃいきなり。まあ、お笑いはプロでもお話すもの勝ちだよ。ほら、あら、うわー、いきまーす。セブンイレブン、ブン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 、まあまあ、いい感性を持って。そうね、さっきの発信と距離反応すれば人間の勝ちってことね。ひびちゃん、こっち見て。昨日の錦鯉に引っ張られてるやろお前その動き。じゃあいくよ、一発ギャグ。ドラゴンボール。カメハメハ。あれ、もらった。なんだこれ。笑えないですよ。サンタさんがいれば。あなた。大人も子供も関係ない。笑えないですよ。うるさい。あなたもう大人なんです。子供だ。いいえ。プレゼントくれ。ダメです。プレゼントくれよ。現実を見てください。君は大人だ。うっせ、子供だ。今日は何？今日は何？いや、いいって言ったやん、自分で。サブちゃん撮ってって言ってたやん。今回だから私が今使ってる MacBook Air は今年の春買ったんですけど、はい、妹ちゃんが大学にね入学されるということで、はい、まあ、うちも別にお金持ちじゃないので、瓶ですか。瓶の部類ではあるので、正直順平んちのクリスマスツリーでかいみたいに来てますよね。わぁ、おい仲間じゃん。正直そんな金持ちじゃないんで、うち。順平、瓶恥ずかしくないよ。瓶恥ずかしくないよ。なので妹ちゃんにあげることでね。なんと親孝行なお兄ちゃんなんでしょう。親孝行ってか妹孝行、姉妹、まあ、でもパソコン買うの
高いからね。まあなかなか買わんだよ。高くね？大学生いるんよ。うちは多分バカな大学だったからいらなかった。おいい四角いねめっちゃ。まあ俺はこの全然好きじゃない。あそうなんや。まあでもでもでも。うちは好きよそういうの。わ。でん。怯えてるよ。やだ。やだ。今スイッチ入れたなこいつ完全に。いないで。なんだお前。こいつだけ、ね、だよ。こいつクリスマスに何も予定ないんだって。じゃあね。前裏切りやがって。なんじゃねえんだよ。クリスマスね当日なんですけども、みんなでなんかね元気ジャパンのみんなはなんかクリスマスがどうでもいいとか言ってるくせに、みんな俺以外全員予定がありました今日裏切り行為ほぼ。俺びっくりしたもん。元気も予定夜行くし、順平も聞いたらなんか家いないって言って、ちゃんも夜予定で、俺油断してたからさ、みんなどうでもいいみたいに言ってたから、俺だけ予定ないんだ。あ、そうなマジで。いやいや別に俺夜予定入ってるだけだから、ね、それまでは全然一緒に編集。いやだからそれ夜が大事な知ってます、聖なる夜だよ今日は。あ、はい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 。昼はどうでもいいよ実際、はいはい、何してても夜だから。なるほど。あ、じゃあ夜お前何も予定ないんだ。そうだよ、一日予定ないの。うるせえわ。一日予定ないの。だから今日は夢の中でもナルシストしてます彼は。やばいやばいやばいです、起きました。あ、起きちゃった。ちょっとおやすみなさい。何もないです、大丈夫です。やべえ。あ、すいません、いやめっちゃふわふわいいっすね。どこにいるの？お前さ、あ、そう、いやでもすごい綺麗だなと思ってるんですけど、でも緑っていうのをね、失礼します、本当に僕今日着物は着てないんですけど、ちょっとでもなんかその首長いっすね、なんかね、元気さんいいです、だからちょ、寝てんの起きてる。なんだよこれ、マネキンさんだから。え、着物女子でしょ。え、これなんだっけな、なんかあ、もうクジラ屋も撮る。ああ落ち着いてくださいよ。なな、落ち着いてください。どうして、な、何キョロ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 して、落ち着いてよ。すいません。何今日どう、落ち着いてよ。何よそんなキョロ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 。なんだよ。いや頑張ってんのよ。いやいいいい。モニタリングですから。はい。何考えてるね、何か何かしようと考えてる、ずっと。ずっと考えてる。ずっと考えてるけど出ないの。出ないや。ないから、うん、カットで。あ、いやいやいや、ね、まあまあまあ、なんかあると思って俺は回してるよ。うわー、うん、そういう時絶対うまくいかないから俺最近学んでるんで。何こうやって追い詰められてなんかしてもね、何も生まれない。いやいやいや、うん、じゃあいいよ、竹下のまでで言っちゃった。あー、いやでもお前とあなたが変わる。なんだバカ野郎、カットしろバカ野郎。本当にやめ、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 本当にここに降りたくないな。あ、予想を、はい、なるほど。そのポイントに対して成功すれば景品プレゼント。え、景品。なんか瓦割りをすることになるとは思ってなかったな。難しいね、でもこれ。はい、これ、いいですよ。もういいんだ。1枚待ってみます。いやー、おー、こんな音するんや。何枚いけそうですか。
無限に終わります。おい、まあ、やめとけって。10枚いや、さっきお兄さん7って言ってたよ、大丈夫？いや、行こう。お前あっ出るぞ、これシュールやな。行くぞ。おお、すごい。終わりました。終わりた。2枚残った。うわー、ダメか。終わったんだね、これ。浅草名物ですか、瓦割り。いや、これが一昨日から始めた。え、バリ最近、めっちゃ最近味をしてるやん。料理で見たことないと思って、そういうことか。はい、なんですか。楽しみすぎて、罪悪感。確かにね。これはね、さっき、あそこのね、なんだっけ、人力車のお兄さんが言っていた勝吉さんですけれども、僕も前来たことありまして、はい、おすすめでございます。はい、ちょっと冷めちゃうのはあれなので先に食べちゃいましょう。はい、はい、ということで僕が食べ終わったので回してまーす。ということで、食レポ芸人を目指してる、まだ人間さんね、なんか食レポって言ってるじゃないですか。俺は芸人になりたい、芸人になりたいってなんだよ。やめんなよ、芸事をよ。おい、バカ野郎。バカ野郎だよ、本当に。まあでも芸事をやりたいんでしょ。やりたいね。芸事をやるためにはやっぱ食レポも一つの道ですから。はい。この店に雰囲気に合った。なるほどね、いいんじゃないですか。はい、分かると思うけど、超静かなんですよ、俺らの声のトーンからさ。いただきます。味噌カツですね。味噌カツ。これ拾ってんだから、これ。まあ、できるよ、まあ、できるよ、まあ、できるよ。俺無理だ。で、なんか途中で気づいて、おーいみたいな感じで、てめえが持ってこいよって話やんけ。普通に、はい、だってお前が取ったんやけど、お前が持ってこいよ。これは元気にぶち切れちゃいそう。え、うち何も悪くなくない。いや、もうね、もうね、結構、まあ、状況は全然知らんから。この前の、いや、前もそうよ、何も別にその喧嘩とかの会話一切しないで。意味わからんくない？え、うちおかしいこれ。いやいや、え、このまま元気さ悪いよ。元気おかしいやない。マジ最悪、嫌やん、本当に最悪、死ねばいい。え、これうちが悪くない？いや、悪くない悪くない。マジ悪くない今んとこね、なんか聞いた限りだと別に悪くない。これ以外何もない。マジで、これ以外の事実は何もない。マジでさ、まあ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 、ここ好きだろ、知らない。聞いた、聞いた、ケーキが聞いた。ムガつきすぎて泣けてきた。こんなシンプルな。しかも美味しそう、これ。え、何これ。食べよう、もうスプーン3つ取ってきたからさ。元気さにあげる。マジでムガつく。もう酔っ払ってるからさ、貴重取っとかないかんからね、これは。でもこれ分かってました。これで入る、よかったです。見えるこれ、はい、あ、逆だ、こっちです。酔っ払ってますね。これは飲もうと思ったんです。でもお湯を沸かす、お湯を入れてこようと思ったらそれも忘れたんです。これも蓋も開きませんよ、ずっと回してるのに。なんでですか。ほら、こぼした、絶対こぼした。こぼしたとかじゃない。大丈夫、ふたし、こぼさないでね。キューカンバー。はい、ありがとうございます。この、これは、純五郎さんです。あ、いい、純五郎さん。
映るんでしょ。純五郎さんですね。あ、まあ映らんか。なんて話しかけてよ、じゃあ。いい、聞けるみたいな。これ女の子なんですか、男の子なんですか。あ、女の子ですよ。あ、そう、うわ、じゃあ、ここ、ね、うわ、ね、これお尻、今お尻触ったの。こうよ、だから。え、ねえ、純平がそんなことしないでよ。純平はそういう腰振ったりとかしたらダメや。こうよ。セレブ奥様ですよ、ほんと。そんなパジャマ着てさ、頭にそんな巻いてね、お茶飲んで、マカロンですか。はい、もうセレブです。でも汚いな、タオルの後ろ。お茶をわざわざ温めました。いやセレブお嬢様です、ほんとに。いただきます。あくびしながら撮ってんだ、あんた。いやちょっと、もっとなんかあるでしょ。いい、そんなんで。じゃあこれ、こういうリアルさがいいのかもね、逆にね。うん、すごい。どうですか。そんな味がしますか。あくび。ちょっとチャレンジ。ちゃんとロック。あ、どう？美味しい？美味しい？美味しい？あ、めっちゃ美味しい。オッケー、じゃあトイレ行きます。ねえ、もっと待ってよ、これね。トイレ行きたいよ。いらないよ。欲しいです。もっと食べ方あるって絶対。こんな立ち食いするようなもんじゃねえって。めっちゃお茶が美味しく感じるよ。ロアクビ。隣の部屋がうるさいので、人間さんが注意してくるんですか。ちょっと待って、そういう動画これ。でも言ってたよね、さっきドアの前で。どうなるって。お前さ、俺は全く思ってない。いやいや、さっき言ったよね。まあ、ちょっとそこ取ってなかったけど、人間がどうなって黙らせるって話をしてたんですけど、でこの二人がもうでーって、もう我慢の限界になって、うるさいですよ。とにかくよくうるさいけどね。僕たちがどれだけ今までこうやってうるさくして我慢してもらってたかっていう。マイナスプロモーション。お前はそうやってさ、注意してさ、出た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 、言ったよ言ったよ。ノリでね、面白いかなと思ったんだよ。今旅行に行ってるんですよ、おそらく。そうだよ。でね、年末、うん、男女グループ楽しく、うん、いや男女グループってのが引っかかるな。行ってこい。おお、出た。ごめん、ついてきたね。男女グループ、大学生だろどうせ。おい、勉強もせんと。おい、ふざけやがってよ。大学生の男女グループは勉強せんのかと思う。クソガキどもがよ、勉強してるのが怖い。ちょっと次うるさかったら本気で人間派遣するからな。俺は本気でノート、まあ、ちょっと今静かなんでね。楽しそうなんで奥も入れてください。またうるさかったらやりましょう。ちょっと呼んで、俺教えてやるよ、厳しさを。大人のな。本当に。クソガキだよ、本当に。騒ぎやって。ちょっとあのうるさかったらさ、教えてみたらさ、オッケー、呼びよう。できる。怖いんだよ、二人とも。回してます。はい、ということでですね、はいはい。テンションすごいな、YouTuber やな。16やからそんなテンションではないです。うん、そうだね。まあ、運命の日常。はいはい。うん、まあ、やっぱ、二血で、二血で、うん、暴走、暴走、安全に、安全にしてますけどね。二血で暴走やってます。普段は初やん、いけた。工藤さんっていう、まあ、元エレメンツ。いや、わからん、わからん。誰も工藤さんが、バイク 125cc なんですけど、ダセーな、乗車されるということで、珍しい。まあ、ちょっと、あの、見守ろうよという、カメラに向かって常に背を向けて、誰もこっちを見てない状態での、いや、そうね。動画、しかも、元気ジャパンは俺しかおらん。いや、そうね。いろいろ見てて、うん、何のこっちゃかもしれんけど、まあまあ、この4人は、はいはい、Vlog とかに出てくると思うんで。ああ、そうかもしれない、ね、覚えてて損はないかなと。なるほど、思います。お願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、向こう一生かけちゃう、お前一人食いになるまで。お前いつもそう、今回は、今日は特例ばっか。いや、今日来た。目覚ましをかけるの禁止されてる人間さん。いや、ごめん、ごめんなんだけど。ごめんとかじゃなくて、いや、マジで
て、その目覚ましじゃなくて自然に起きた方が起きれる。いや、今日はね、絶対に起こしちゃダメ。立ちながら寝るなよ、やばいよ、お前。立ち寝もするんや。すげえ。あ、なかった。寝かけちゃいます。ダメダメダメ。ああ、ダメダメ。オッケーだ。絶対野獣先輩ダメだ。これは Tinder で興奮する純平と人間です。で、逃してる逃してる。静かにして、声がでかいから静かにしてください。最低な遊びだな。まあ、一応これなんで Tinder やってるかというと、人間くんの企画でね、やっぱ露出は Tinder しないといけないからですね。ダメダメダメ。だからそしたら思いのほか順平が楽しくなっちゃって。ああダメダメ。おーかいい。ちょっと声でかいか。ちっこい。あー今の分かった。おーチャンネル登録してほしいよ。今度ではなく今、登録してほしいよ。Have a nice day. Have a nice day, guys. Have a nice day.